かもしれない。1ヶ月ぶりか。やっほー。こんにちは、ありがとうございます。まだあれが出ないわ。こんにちは。今日何日だ。5月22日水曜日の乃木曜日を担当します、向井葉月です。お願いします。ありがとうございます。皆さん来てくれて。今日何してました、みんな。今日水曜日。私学生の頃水曜日めっちゃ嫌いだったな。水曜日と木曜日めっちゃ嫌いだった。そういえば、なんか、お休みだった。仕事か。そうだね、お仕事か。お疲れ様でした。なんで嫌いだったか。なんか私家庭科の授業がすっごい苦手だったんだけど、家庭科ってさ、調理実習とかある場合もあるから2時間取られてんの。なんか3、4限家庭科みたいなの入ってる時多くて、水曜日すごい嫌だった。家庭科の先生はね、好きだったんだけど、なんか調理実習とかだったらいいんだけど、ただの授業で2時間かしい。楽そうなのに。じゃ、楽だから寝ちゃうんだよ。で、怒られんの。嫌いでしたね。そんな思い出もありました。皆さんお疲れ様です。学校とかお仕事とか。なんで裁縫とか嫌だ。確かに難しいよね。寝ちゃう。前回メンバーからの宿題やります。前回メンバーみんな覚えてますか？ちょっと一日空いちゃったけど。そう、しおりさんです。しおりさんからの宿題やった。嬉しい。じゃじゃん。手でポニーテールで、手でポニーテールをちょっとだけしてほしいです。だって。ちょっとだけでいいの？しおりさん、ちょっとでいいのか。じゃあやるよ。ニーテール。でも私さ、ライブでよくさ、ポニーテールやってるからさ、多分おなじみだけど、どれぐらい高さ、しおりさんが好きな高さ、こんなもん。めっちゃ高くする、こんな どれぐらい、これぐらい、こんな感じ。これあれだね、今日がさ、さくらちゃんとかだったらさ、遠藤さくらちゃんとかだったらさ、うわーかわいいってなるじゃん。意外、あんまやんないから。はぬきとかよくやるのに ごめんね。わっさーしてて。何わっさーって。何、湧いてきたんだから ありがとう、かわいい。すごい苦い、しゅ、にぶ、苦い顔でやってそう。確かに。それが可愛いんでしょ？みんなそれが好きなんでしょ？ありがとう、似合うって。そう、はずき、アンダラの時とか、よくやってた、ポニテ。うん、マリカさんに憧れて、やってましたね。伸ばして、めっちゃ伸ばして。まだ伸ばし中。好きですよ。ありがとうございます。髪の毛サラサラの仕事で、髪の毛サラサラの仕事来るかな。今日は水曜日ですね。そうですね。今日はロッテ戦見に行かないの？だって間に合わないもん、乃木曜日やって。それに ZOZO 負けるんだよね。ロッテに負けるんだよね。だからいけません。お、昨日はミセスさんとの対バン楽しかったよって来
来てくれた方ありがとうございます。すっごい楽しかった。なんかリハの時から一緒にね、きっかけを大森さんが歌ってくださって、もうね、歌い出した瞬間にメンバー一同出ました。本当に素敵な歌声で忘れられない。早く映像が見たい。私たちは映像を見られるんですけど、早く映像を見たい。で、自分たちの乃木坂のライブパートが終わった後はミセスさんのライブをね、ずっと見に、なんか歌声でさ、感動を続けられるってすごくないですか？昨日帰り道めっちゃミセスさんの曲ダウンロードしました。素敵だったな。すごいすごい。行けなかったから映像見たい。そうだよね、見たいよね。 もういっちゃう。質問いっぱい来てる。ありがとう。いっぱい読んでっていいのかな、これ。読んでいっちゃうよ。最近何にハマってる？あ 先にちょっと待ってくださいね。先に乃木曜日選手権やりましょう。今日の乃木曜日選手権は衣替えをしようということで、あれだね、もうしおりがやったから知ってるかな、みんな。半袖で大丈夫なくらい暖かくなってきました、最近はね。このボックスの中には夏服カードと冬服のカードが半分ずつ入っています。5枚カードを引いて夏服をどれだけ引けたかを競います。だから今日はつまり運ゲーってことですね。じゃあ行くか。前回のしおりは夏3枚だって。じゃあ4枚引けばいいのか。いやー、でも運でしょ。じゃあ行くよ。1枚1枚こう見せていくから、みんな見逃さないでね。発散頑張れ。おお、久々に聞いた。じゃあ行きまーす。なんか今日時間制限とかないから、すごい嬉しい。ちょっと気が楽。うわ、夏服だ。 やったぜ。1枚目。2枚目はじゃじゃん。あ、ちょっと良くないのが見えた。 冬だ。次いきます。あ、すごい、かき混ぜちゃった。じゃん、3枚目。あ、やばい。 2枚冬出ちゃった。しおりさんに勝つにはあと全部夏引かないと。じゃん、お、夏服でした。すごいぐちゃぐちゃにしちゃった。やった。22。じゃあ最後の1枚引きます。みんな願って、願って。最後、残念、冬服でした。 来いって。ありがとうね。夏3、あ、じゃあ夏2冬3。わあ、残念。じゃあ書きましょう。残念でした。逆転負け、それな。夏2枚。冬3枚。これなんかさ、絶妙に七分丈の服とか出てきたらどうしよう。 どっちみたいな。 ないのか。マフラーって夏がメインじゃなかったっけ？ だって ウケる。確かに夏にマフラーしてもいいよね。葉月のおばあちゃんなんかずっとスカーフ巻いてるよ、夏も。 B クラス決定。やばい、言うな。
ということで、マキアビ選手権でした。ありがとうございました。誰が優勝するかな。今回我慢対決、お疲れした。本当だよ、すごい。なんか野球のコメントいっぱい来てる。ありがとうね、みんな読んでるよ全部。最近旅しましたか。旅ね、してないですね。最近あんまりしないかも、うん、でも行きたいところはいっぱいあります。あれラジオで言ったっけ、行きたいとこ、草津と道後と、なんだっけ、伊沢行きたいんですよ。全部温泉街なんですけど、温泉好きで、聞いてない、それ言わない方がいいよ。いや本当にそう行きたくて、でもなんか一人で行くの寂しいから、でもメンバー誘えてなくて、そうですね、でも行きたいなって思ってます。伊沢温泉ね行ったよ、去年かと行ったの、行ったかな、伊沢温泉おばあちゃんと行きました。足湯って書いてあった。山梨行きたい、食べたいご飯あるんですよ山梨に。そうなんですよ。あー乃木坂に温泉同好会作んないと。確かにいる？ギョパーの4人で温泉行きたいねって話してます。温泉とか軽井沢とか、まあ季節終わっちゃったんだけどスキーとか行きたいねって話してます。ギョパーは結構集まる率高いんで、動画撮っといてね。もちろん。っていうかさ、 YouTube とかさ、乃木だか遊ぶだけとかで行けたらいいですよね。行きたいなと思います。マーキュリー楽しかった？マーキュリー楽しかった？楽しかった。やった時の話？楽しかったよ。あれかな、そう最近あのセラミュー2019で同窓会やったんですよ。まさかの全員っていうか全員13、4人くらい集まって、そう同窓会したんですよ。それすごい楽しかったです。なんか久々にみんな集まって、あ変わってないなって私は思ったんですけど、でもあの四天王さんからは葉月大人になったねとか、しおりも大人になっちゃってってすごい言われましたね。でも5年ぶりだからね、四天王さん、そう四天王4人、美香子さんとくんざいとさん、くんざいとの千尋さんが大好きで、あの何回か遊んだことあるんですけど、遊んでやるからって言われました。遊んでほしい、遊びたいね、絶対また集まろうねって話しました。久保好き。リアミの、リアミ人見知りなんですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ、全然一対一だし、気軽にお話してください。セパ交流戦行く予定ある？あります、ラジオがあるんで。自炊しますか？お母さんが料理うまいんであんましないですね。スコアつけたりする？つけますよ。でもスコアつけるときに、結構最近西武では三塁守ってた人が後半から一塁守ったりするんですけど、その書き方がめっちゃ難しくて、なんかいやだって書くんだっけって思ってたら、もうなんか3球終わってるとか結構あります。そういうこと
やばい、野球の話しかない ありがとう。弾き語り練習してますか？練習っていうか趣味なんで、毎日とりあえず弾いてますけど、好きなんで弾いてますね。乃木坂野球部でポジション決めないと。確かに、しおりはショートだな、絶対。新しくギター買いました。お、すごいね。久保さんとのラジオ聞きました。え、ありがとうございます。嬉しい。楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった こっちか、カメラこっち見てた、ずっと。おすすめのバイトありますか？バイトしたことないんですよね、あずき。バイトか。自分がもしバイトするならどこだろう。考えたことないかも、あんまり。そういえば、でも絶対自分ができないなって思うのは焼肉屋さん。焼肉屋さんってお客さんの前でこう「お焼きしますね」とか言って焼くとこあるじゃないですか。あんなん絶対無理、手震えて 絶対無理って思ってました。ビールの売り子、ああ無理です、絶対根性ないんで。重いから 重いし、階段の駆け上がるの無理です。怠け者なんで。球場も無理です。ベルーナ坂多いんで。ないの、ないのよ。今日の晩ご飯は何？なんだろう、今日の晩ご飯。みんな何食べます？今日の夜。みんなに合わせるよ、じゃあ。教えてくれ。サラダ、サラダは絶対ある。牛丼、牛丼か。串カツ、あ、カレー。あ、豚肉の、豚肉と茄子の味噌炒めめっちゃ美味しそう。茄子大好きなんですよね。それにしよう。それにしたくない？スーパーとかで買って帰れば。それいいね、豚肉と茄子の味噌炒め。じゃあみんな今日はそれで、それにする。ありがとう。じゃあさ、どうしよう、今日さ、なぎおびさ、見てるみんながさ 豚肉と茄子のさ味噌炒めにしたらあれでしょ、みんなのさ、あれ、なんて言うんだっけこれ、あれ写真載せてさ タイムライン全部それになったらめっちゃおもろいね。茄子売り切れ、そう、茄子売り切れちゃう どうしよう。豚肉だよ、みんな牛肉買わないでね。やってください。ハッシュタグは、ハッシュタグ何にしよっか 豚ナス。でも、どうしよっか 向井ナス、やだ 葉月とナスいいや。葉月漢字とひらがな、ナス漢字、葉月とナス 肉はどこですか？バラ肉でしょ。それめっちゃ面白い。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、これこれ。葉月とナス。ナス漢字ね、ナス漢字。わかった。ナス漢字ね。葉月も漢字ね。久保いじってるわ。いじってないよ。で、昨日さ、ゾミセスさんのライブで一緒にいたし、楽屋で席隣だったんですけど、やばいんだけどみたいに言って、何があって見たら、4回に10点取られてて、しおりがね、何があったのって でも2回ぐらいかな、7点取られてて、
二軍とか高校野球とかじゃない、ないよねみたいな やばいじゃんって思って、葉月も自分のチーム見たら1回からすごい取られてた。でもね、そういうことあるじゃん、野球だし。絶対さ、選手が一番辛いし、私たちはさ、応援するのが一番の何仕事だから、葉月絶対何があっても応援してる。どうしよう、来週とかにさ、ソフトバンクマジック点灯したら 怖い。すいません、ホークス勝っちゃいました。いや、今のね、楽天と西武のメンタルにそれはあんまりね、もしの半分で言わない方がいいですよ 怒られますよ そう、目指せ A クラス。そうだ、いつまでも目指すんだ、頑張ろうぜみんな。あ、そうですね、私セ・リーグあんまり見てなかったから、ちょっともうちょっと見ないと。てかそろそろあれじゃない、宿題決めなきゃじゃん、次回メンバーの宿題。お、決めよう、そろそろ。これだってね、ボードって書いてある。そろそろあれ、宿題決めなきゃ。そう、明日だ、あれ。そう、明日はまだ決まってないので、なんだ、ショールームの公式 X とかかなで確認して欲しいんですけど、とりあえず宿題決めよう。誰に、誰でもなんかいけるように。次回メンバーさんへって書くね。次回メンバーさんへ何しよっか、誰でもいけるやつ。紙系にする？かぶっちゃわない？でも京都。おすすめのポーズ。あ、おすすめのポーズ ってめっちゃ面白い。一瞬だけモヒカンにして アホか、面白い。テレパンから続いてるし、あ、そうなんですか。じゃあやるか。何がいい？何みたい？手にペンつけた？つけた。左利きってそうなの？手にマジック点灯した 何がいいかな、髪型かわいいの。みんな好きな髪型何がいいですか？高めのツインテ。ツインテ好き？テレパンはツインテじゃなかった？かぶっちゃわない？ボブは無理よね。ツイン、かぶってなかったらツインにしようかな。高めツイン。やばい、意見がとっても分かれている 京都同じ。あ、ポニー好きなのか、みんな。ポニー好きなのか。まあでも、まあ、かぶっちゃうからツインにしようかな。高めツイン。手で。高めツイン。ハートつけとこ、葉月より。オッケー、梅ちゃん来い。確かに南の高めツインみたい。高めツイン、手で高めツインして。意味わかる？意味わかる？ボブのメンバーとか来たらどうしよう、アルノとか来たら でも見たいかも。オッケー、ありがとう。じゃあそれにするわ、するわ。わかります、ありがとう。あとさ、5分で終わっちゃうんだけど、なんか話し忘れたこととかあるかな。あ、じゃあこれ言おう。6月28日金曜日に香港ライブがあります。
香港ライブ、来ていただけたらすごい嬉しい。香港ライブ来てくるよっていう方はぜひ、湿気には気をつけてください。なんか湿気すごいよってたまみが言ってたので。パスポート期限大丈夫？この前取ってきたよパスポート、期限切れてたから。パスポート取んなきゃね。本当だね。香港で何食べたい？この前ね、ミーグリで香港の方がいらっしゃって、香港のおすすめの食べ物何ですかって聞いたの。たら意外とパンが有名らしくて、なんか美味しいパンが多いらしいんですよ。だからちょっとパン楽しみ。なんかそれって地元の人しか知らない情報だなと思って、パン食べに行きます。楽しみ。まだ大丈夫。パン、そう、びっくり。韓国もパンなんですか？韓国ってああいうのかと思った。カンチャンケジャンみたいな食べ物が有名かと思った。そういう系。スクショタイムしてほしい。スクショタイムしようか。じゃあこれ、前もこれかもしんない。どうや、取れたかな。色が同化してる。確かに。じゃあこっちにしよう。 ペンギンちゃん、どうや。 100連射頑張れ。100連射頑張れ。ちょっと私6時から用があるんで、ちょ6時から大事な用があるんで、隅田っていう投手が出るんで、すみません。 めっちゃすごいじゃん。ありがとう、みんな。ここ町も宣伝しておこう。そうだよね、大事。私向井葉月、毎週木曜日24時30分から BFM で向井葉月の木曜ここで待ち合わせというラジオをやっておりますので、ぜひ皆様聞きに来てください。夜の落ち着いたひとときを一緒に過ごせたらいいなと思っております。 めっちゃ宣伝。 ぜひいらしてください。明日よね。そうよね。はい、じゃあ次回の放送もぜひお楽しみください。そしてこの後多分いくつかショールーム配信乃木坂あるので、そちらの方もぜひ見てみてください。最後にウィンク、いいよ、こっちだよね。 あ、1分だって。やばー、あと1分、さみち。あ、みんななすね、忘れないでね。あれね、なすってあれだよ、なす漢字だからね。葉月も漢字だからね。なす、葉月となすだからね。よろしく。お疲れ様、みんなありがとね、来てくれて。楽しかったよ。今日メイクめっちゃちゃんとしてるし、髪も頑張ってきたから、みんなに会えてよかったです。ありがとうございました。体調に気をつけてね、暑くなってきたから。ありがとう。じゃあ今日も勝つぞ、みんな。あと1週間じゃないわ、木金土頑張れー。じゃあねー、バイバーイ。あ、ちょっと待って。